ですね。お腹に響きます。心に通います、通じます。はい、じゃあ、はい、では、はい、アンコールいただいて花笠ポンド。お越しいただいたっていうことですね。本当にあの私たちの美濃の国へお越しいただきまして本当にありがとうございます。あの私たちの魂に響くですね和楽器の本当にあの素晴らしい演奏とまた踊りも見せていただきましたことを本当にお礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。あのさっきちょっとあのちょうど炭鉱節ですけどあの、まあ、我々あの岐阜県になりますので岐阜市 の, あの姉妹都市にあのブラジルのカンピナスという市がございまして今年あの5年ぶりにお邪魔をしました。あの5年前に伺った時に何かあの市長あの我々に教えてくれとあの日系の皆さんがおっしゃったんでその時に実は私がタンコブシをですね手取り足取りお教えしたところ今回はもう皆さんがバッチリ5年間で覚えていただいてまたあのカンピナスであの一緒にですねあのやることができましたし彼らも実はあの和太鼓とかですね篠笛は大変盛んでございまして、まあ、ある意味で言うとあの私たちよりもこの日本の文化のことにですねすごいこの貪欲に、若者たちがあの取り組んでおられるということです。まあ、我々があの本家本元でございますので負けてられないなという中でですね今日はこういったあの宗吉様非常に歴史の深いところで
この素晴らしい演奏を私たち体感することができたこと、本当に嬉しく思います。素敵な企画をしていただきました。本当にありがとうございました。では主催者よりご挨拶させていただきます。いやー思った ごめんなさい、いいですか。私の想像以上に楽しんでいただけたと思います。どうでしょうか。ありがとうございます。本当に皆様ありがとうございました。今おっしゃいました岡崎から、それからもう愛知県の方ばっかりなんです。でもうわざわざここに本当ボランティアという感じで、ギャラもないんですよ。本当に皆様の温かい、ご入場料で、ガソリン代だけお話でしていただきたいと。細かいこと言ってすみません。またここは本当にこういう雰囲気がねすごく良くて、信長様の魂も喜んでいただけるかと思います。今日は本当に本当にありがとうございました。重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本日の和楽器んもみじ紅葉とそして総福寺すべて終了とさせていただきます。どうぞお帰りの際はお気をつけて、どっちお気をつけてお帰りください。また先ほどご案内したものも、ご覧くださいませ。